Hi guys, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日この動画ではガールボスの10個のハビットということで10個の習慣を紹介していきたいと思います。で、このガールボスっていう言葉は、まあ、英語でとか、まあ、ニュアンスで言うと自分の人生を自分で切り開いていく人とか、まあ、そんなにかっこいい女性のことを、まあ、ガールボスとか、まあ、ボスベイビーって言ったりします。で、これまでのね、自分の人生を振り返って例えばこう周りがこうしてるから自分もこうするとか親がこうしなさいって言うから自分もこうするみたいなちょっとこう周りに流されて生きてしまう瞬間って皆さんあると思うんですよね。ただそれがずっと続くとそれって自分の人生じゃなくって誰かの人生を生きてることになる。なので、まあ、せっかくだったら自分の人生って自分が主役なので自分の選択によって自分のアクションによってライフスタイルを作っていくとかね、自分の夢を追いかけるとか、まあ、そういう風な人生を送っていただきたいと思うので、まあ、今日これからね紹介する10個の習慣っていうのは、まあ、そんなかっこいいねガールボスになるための10個の習慣になります。私のチャンネルではこういうねライフスタイルデザインだとか、まあ、習慣についてジャーナルについてとかそういったねコンテンツを毎週お届けしているので、もしこういうねトピックとかに興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは早速この10個の習慣をね紹介していきたいと思います。 Let's get started。 はい、まず1つ目の習慣がセルフリフレクションです。で、まあ、自分の人生を生きるって言ったんですけど、まず大前提として自分のことをよく知るっていうのがね大事になります。なので、まあ、自分はどういう風に人生を生きたいのかとか、どういう仕事がしたい、こういう人になりたいとか、まあ、そういった自分のことを明確化していくために例えばジャーナルをしたりとか一人旅に出てみたりとか、ちょっとこう一人でそういうのをね明確化していくのが難しいと思う場合は、まあ、コーチングだったりメンタリングだったりこう誰かの、ね、力を借りてやったりとか、で逆にそういう何欲しいとかどういう風になりたい、どういう人に、ね、なりたいって言われた時にどうしてもちょっとこう答えにくいと思う方は安泰ビジョンというねエクササイズをおすすめします。で、この安泰ビジョンというエクササイズがどんなものかというと、まあ、こうなりたくないっていうものを明確化していきます。例えば5年後に自分が病気になってたら嫌だなとか、5年後に自分がお金に困ってたら嫌だなとか、人間関係ギクシャクしてたら嫌だなとか、そういうこうなってほしくないっていうものを明確化していく。で、それからじゃあ病気になりたくないんだったら今のうちから運動習慣をつけるとか、今のうちから食事生活に気をつけるとか、お金に困りたくないんだったら今から投資を始めるとか貯金を始めるとか、そんな感じでちょっとこう具体的なアクションにつながっていきますよね。で、まあ、その具体的なアクションにつなげていくためにもまずは自分がこうなりたいとかこうなりたくないとか、これが欲しいあれが欲しくないみたいなのを最初にねクリアにしていくことがまずね大事になってきます。なのでまずねこの一つ目の習慣としてセルフリフレクション、こう自分のことをねよく知るっていう習慣をつけていただきたいなと思います。はい、そして二つ目の習慣がアクティブリスニング、聞き上手になることです。で、例えばその家族とか幼馴染とか友達とかとコミュニケーション取ってる時って結構雑になる時あるじゃないですか。こう携帯開きながらなんか返事したりとか、あとテレビ見ながら適当に返事したりとか、なんかうんとか言ったり、でなんかそんな感じで適当になる瞬間もあるし、もちろんこう家族とか友達だけじゃなくってこう初対面で初めて会った人に対してちょっとこう人見知りが出たりとか、なんかちょっと気まずいなって思っちゃって、なんかこう携帯見てるふりしたりとか、何かこう作業をしてるふりしてなんかコミュニケーションを避けたりとか、まあ、そういう時って皆さんあると思うんですけど、でもちょっとこうよく考えてみてほしいのは、その人の話を聞くことによって人それぞれ全く違うバックグラウンドとか経験っていうのを持ってて、もしかしたらその人が自分が持ってる悩みに対してのこう解決策を知ってるかもしれないとか、なんかその人の話を聞くことでなんか新しいヒントが得られるかもしれないっていう、そういうこうチャンスがねあるわけですよ。で、それってちゃんとコミュニケーションを取って相手の話をこううんうんってこうアクティブにね聞いていかないことには、そういうヒントだったり解決策だったりなんかアイデアって出てこないと思うんですよ。なので、まあ、この2つ目の習慣としてこの聞き上手になるっていうのをちょっと意識していただきたいなと思います。ただその何を聞いていいか分かんないとか、ちょっと話が弾まないとかね、話あの会話がね続かないみたいなことってあると思うんですけど、そういう時に、まあ、ちょっとしたコツとして、あの英語の授業で習ったと思うんですけど 5W1H っていうのを
を思い出してほしいです。こういつどこで誰が何をとか、なんかそういうのあったじゃないですか。ちょっとここら辺に出しておくんですけど、で例えばなんかこういつこの土地に来られたんですかとか、今何のお仕事されてるんですかとか、誰と住んでるんですか、どこに住んでるんですか、なんでこれしようと思ったんですかって、この 5W1H の、まあ、疑問詞っていうの、これを使うと、まあ、いくらでも質問って できるんですよね。なのでなんかこう初対面の人とか特に何話していいか分かんないなとか、でもなんかこの人と おしゃべりしてみたいなとか、この人のなんかこうお話聞いてみたいなと思った時は、この 5W1H をねちょっと意識しながらコミュニケーションをね取るっていうのをおすすめします。はい、そして3つ目の習慣はアンプラグすることです。でこのアンプラグっていうのはこうイメージとしてはこうパソコンと なんかそういうコンピューターのコードを抜いたりとか、ちょっとコンセントを抜くみたいなイメージを持ってほしいんですけど、私も含めて現代の人ってあの仕事をパソコンでやったりとか、なんかソーシャルメディア使ったりとか、とにかくこうデジタルの世界で過ごすことが結構多くなってきてると思います。それこそ最近そのクラブハウスみたいな面白いアプリができて、気づいたらずっと聞いちゃってるみたいな人も多いと思うんですよ。でもやっぱりそれって自分たちのこうメンタルヘルスにすごくこう影響が出ているのも事実で、だからこそちょっとこうオフスクリーンの時間を作る。だからまあ天気がいい日は外に散歩に行ってみたりとか、ピクニックに行ったりとか、あとなんかこうアート、絵の具を使ってアートを作ってみたりとか、読書をしてみたりとか、料理してみたりとか、まあ、そんな感じで一旦こうデジタルの世界からちょっとこう距離を置くっていう習慣をねつけるのも大事かなと思います。はい、そして4つ目の習慣が学びを取り入れることです。でもしかしたらこのね今動画を見てくれてる学生さんたちはもう勉強したくないよと思うかもしれないんですけど、でもこう自分の興味のあることとか自分が勉強してみたいなって思うことを勉強できる時間ってものすごくこう充実してる。でそれにプラスして、まあ、例えばなんかこう新しい語学を勉強するとか新しいスキルをつけるみたいな感じで、こうより良い自分になっていくためのなんか習慣だと思うんですよね。で結構受験とかビジネスを持ってると、それこそこう人と自分を比べて人よりも良くないといけない、だから勉強するみたいなマインドセットになってしまってる方も結構多いと思うんですけど、でもなんかそのマインドセットじゃなくって、どっちかっていうとなんか今日よりも明日よりも明後日みたいな感じで、こう日々少しずつこうより良い自分になるためにこう学ぶっていう、そういったね姿勢があるといいんじゃないかなと思います。なのでなんかこう語学の習得でも新しいスキルの習得でも読書でももう何でもいいんですよ。こう日々の生活の中に学びを取り入れるっていうのをぜひねガールボスのハビット一つの習慣としてね取り入れていただきたいなと思います。はい、そして5つ目の習慣は自分のエゴやプライドを捨てるというものです。もしかしたらこの動画をね見ててちょっと心がチクってなる方もいると思うんですけど、でも私はそのエゴとかプライドって自分が成長できるあのチャンスを逃す原因になってるなっていう風に思ってて、例えばなんかあの人のアドバイスは聞きたくないとか、自分はもう知ってるからいいとか、自分にはプライドがあるみたいな、そういったちょっとこう考え方って、せっかく目の前にいいチャンスだったりで自分が成長できる機会っていうのがあるのに、それを自分のプライドとかエゴのせいでこうと何それをもう逃してしまってることになる。で世界規模で見て自分が一番と思ってても、いつもその自分の上には誰かがいてまた誰かがいてって、まあ、そんな感じで自分のエゴやプライドって自分が思ってる以上に本当にもうめちゃめちゃちっぽけなんですよ。もうめちゃめちゃちっぽけ。それだったらそんなちっぽけな自分のエゴとかプライドにこうすがりついてね、なんかもうプンってなるよりかは、なんかそういうのを全部一回捨てる勇気を持って、で誰かのアドバイスを積極的に聞いたりとか、自分何にも知らないから勉強しようっていう姿勢を持つ方がこう人間として早く成長できるし、まあ、より良い自分になっていくんじゃないかなと思います。なのであの、ね、大変かもしれないけど、まずエゴとかプライドっていうのを一回こう捨てる勇気とか、まあ、そういうのを一旦全部捨てるっていうね、まあ、そういったマインドセットを持つ、ね、習慣が大切かなと思います。はい、そして6つ目の習慣として整理整頓があります。でこれは部屋の掃除っていうよりもどっちかっていうと自分のライフスタイルの整理整頓になります。例えば今日一日何をするかとか、今週1週間を何に取り組むかみたいなのをあらかじめねこうプランしておくっていうのが大事な習慣になってきます。っていうのも人間って一日にね何万もの思考がこう行き来してるんですよ、頭の中で。で結構一日の中で何度も選択をするっていうねアクションを起こすことによって脳がねものすごく疲れてしまうんですよ。でこういうのをなんかこうディシジョンファティーグ、まあ、決断疲れって言うんですけど、
まあ、この決断疲れを防ぐためにも、なんかこうあらかじめ自分のタスクとかアクティビティっていうのをプランしておいて、で本当にこうフォーカスしたいものにこう脳のエネルギーを使えるようにね、そうあらかじめ整理整頓してプランをしておくっていうのがね大事になってきます。で私はいつもね Notion っていうアプリを使って、そういうプロジェクトとかタスクの準備とか1日の予定みたいなのをなんとなくこう整理整頓してるんですけど、もしその Notion の使い方とかライフスタイル全体の整理整頓に関して興味がある方は、前にね動画を作ったので、ぜひそちらもねチェックしていただけたらなと思います。はい、7つ目の習慣として、モチベーションを自分であげるというね習慣があります。で、まあ、人間生活してると、まあ、モチベーションが上がんない時とか、どうしてもやる気が出ない時とかって結構あるじゃないですか。でその時に、まあ、モチベーション上がんないからって言ってその感情とかね気分に流されてでダラダラしちゃうと、それってね実はこう癖になってしまうんですよね。だから、まあ、その自分で人生を切り開いていくとか、そういうこうガールボスになるためには自分で自分のモチベーションを上げる方法っていうのを知っておくのがねもうめっちゃめちゃ大事だと思います。だから例えばこう自己啓発系の本を読んでみたりとか、なんかポッドキャストを聞いてみたりとか、モチベーションが上がるような動画のね YouTube を見たりとか、あと同じような目標とかちょっと似たようなマインドを持った友達と電話するとか、もう何でもいいんですよ。とにかくこう自分のモチベーションは自分で上げるっていうね、そういった意識を持って、でじゃあ何をしたら自分がモチベーション上がるかなっていうのをこう探してみるっていうのもね、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、そして、8個目の習慣とかのマインドセットとして、居心地が悪いのになれるということです。でこれちょっとうんと思うかもしれないんですけど、何か新しいことを始めるときとか自分のライフスタイルに変化を起こすときって何かしらこう不安だったりストレスがかかると思うんですよ。ちょっと怖いとか、でなんかそういうストレスって実はいいストレスで、そういうストレスとかそういう居心地の悪さっていうのが最終的にね自分を成長させてくれる。例えば私がアメリカに初めて留学したときってもう全然英語ができない状態で、でそういう英語ができないのにホストファミリーと一緒にご飯を食べるみたいな時間ってすっごく居心地悪かったんですよ。もう何を話していいかも分かんないし、何を言われてるかも分かんないみたいな。でそういう、こう居心地が悪い時に、じゃあ例えばもうホストファミリーと会うのをやめるとか、なんかこう分かったふりをするとか、もう全くこう何にも話さないみたいな、そういう風にこう自分をシャットダウンしてしまうことって簡単にできるんですけど、まあ、自分のためになってない。だったら、まあ、その居心地は確かにその時は悪いかもしれないけど、でもその居心地の悪さにまずはこう慣れて、でそれからこう自分がどうやったら英語を話せるだろうとか、そういう風に努力をしてみたりだとか、あとこう失敗を恐れないっていうマインドセットもめっちゃめちゃ大事で、私のね好きな言葉の一つに Fail fast, grow fast っていうのがあって、それはもう早く失敗して早く成長するみたいなことなんですよね。だからこう失敗を恐れてなんか挑戦しないとか、なんかシャットダウンするとか、なんかダラダラしてね時間が過ぎていくよりかは、もう早く失敗して早くその失敗からレッスンを学んで、で次のステップに行く方が断然ねいいと思います。はい、なので、まあ、失敗を恐れる時とか何か変化が起きる時にこう居心地が悪かったりとかストレスを感じたりする時はもちろんあるんですけど、でもそういうストレスとか居心地の悪さって自分を成長させてくれるものっていうのをね強くこう思ったりとか信じて、なんかこうそういうの居心地の悪さにねなれるっていうねマインドセットをね持っていただきたいなと思います。はい、そして9個目の習慣で、時間を賢く使うという習慣があります。で、まあ、隙間時間とかってねよく聞くようになって、それこそねその通勤通学とか、なんかお風呂入ってる間とかトイレしてる間みたいな、そういうこう隙間時間っていうのを使って英語の勉強したりとか、何かね自分のスキルを磨いたりとか、そういうのってねだん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 こう増えてきてものすごくこういいなと思うんですけど、まあ、そういう隙間時間に加えて、例えばこう休みの日をいつもなんかこう自分のプロジェクトに割くみたいなのももちろんいいとは思うんですけど、例えばちょっとこう家族とか友達とすごいこういいクオリティの高い時間を過ごすとか、自分をケアするためのセルフケアの日にするとか、まあ、そんな感じでちょっとこう自分の中で変化を加えながら時間を賢く使うっていうね習慣もこのガールボスのね一つの習慣になります。はい、そして最後10個目の習慣とかマインドセットになります。でそれは Why にフォーカスするというものです。で、まあ、一番最初にこう周りに流されて生きてしまってるとか、なんかこう自分の人生
は自分で作るみたいなことを言ったんですけど、実際にその言うの簡単でもそれをこう自分が実践していくって難しくって、でまあその実践していくためのまあポイントとしては、自分がなんでこれをやってるのかとか、なんでこういうライフスタイルを送りたいのか、なんでビジネスをやりたいのか、なんでこういう人になりたいのかっていう、そういうこうなんで why にフォーカスを向けるっていうのが、大きな、ね、ポイントだと思います。まあ、そんな感じで自分がなんでこうしてるのかっていう、そういう理由 why の部分が明確化することによって、自分のこう軸、ぶれない軸っていうのができて、でそれこそこう周りに流されにくくなるし、あと自分の生き方にそもそもこう自信を持てるようになると思うんですよ。だからまあ自分がやりたいこととかなりたい人みたいな、皆さんあると思うんですけど、じゃあなんで自分がそういう人になりたいのか、なんで自分がこれをしたいのかっていうね、その why の部分、なんでの部分を明確化するっていうね、習慣をつけていただきたいなと思います。はい、というわけでガールボスのハビット10個を紹介していきました。で気づいた方も多いと思うんですけど、やっぱりこう自分の人生を自分で作っていけるような、そんなかっこいい女性になるのに、まあ、必要なのは、まあ、本とかコンピューターとかそういうものではなくて、どっちかっていうとね、マインドセットの部分が大きいと思います。でこのマインドセットを身につけるって別にお金がかかるわけでもないし、まあ、今日から、ね、実践できることだと思います。なので、まあ、これまではこう周りに流されてちょっと生きてきたなとか、まあ、これからは自分の、ね、こう軸を持って自分の人生を送りたいみたいなね、そういう風に考えている方は、私と一緒にね、ぜひこの10個の習慣をね、今日から始めていきましょう。はい、というわけで、もしこの動画が良かったよって方は、いいねボタンを、そしてチャンネル登録がね、まだな人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you so so much for watching this video and I'll talk to you guys in the next one. Bye! The air in this room's getting thin. My patience for you is getting thinner. Don't care if you're lonely again. Just let me escape for a minute. I want space.